マジで従業員に対しても、やからとか、そのやからの息子に対しても、で、あと別れた女房とかでも、僕やからのね、すげえ嫌なやつじゃね、俺は。普通に考えた、マジで。おめえに心配してもらいたいんだったら電話してるわ、みたいなさ。心配して、心配なんで。それを言ったらそれで通んの？みたいな。ねえ。意味わかんねえ。心配だから。ねえ。みんなも心配だと思うんで、みたいなさ。なんだよ、その通り。心配してねえ、ただ楽しんでるだけだろ、野島根性で、みたいな。お前のファンになって、みたいなさ。ねえ、どうなんの、こいつ、みたいな。で、結局そういうこととかも話せなくなってきてんじゃないの？2日間にわたって、不良系は話しません、みたいなね。